皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより我々、早稲田大学 OM によります、学院祭記念スペシャルステージ、盛大に執り行わさせていただきます。まず、はじめに、皆様にご挨拶代わりにお送りいたしますのは、もちろんこの曲、我らが誇る第一大分紺碧の空でございます。この大分紺碧の空、歌われますのは、総大生が嬉しいとき悲しいとき、文化祭で気になるあの子にアタックしたい、そんな君たちを応援するまさに今この時など、ありとあらゆる場面で歌われます。大分中のおいかなのでございます。本日おいか紺碧の空センターリーダーを務めますのはこの男。この男、高校時代の文化祭では彼女のクラスの出し物であるお化け屋敷に友達と一緒に行った模様。お化け屋敷ではうわいやとビビり散らかしたこの男。文化祭終了後に彼女から、ねえ、今日、何の化けが一番怖かった？と聞かれたこの男。いや、やっぱり、最後、教室の隅にいたあのゾンビ、めちゃめちゃ怖かった。私たちのクラス、ゾンビなんていないよ。そう、実はこのゾンビ、出番が終わり、メイクを落とした彼女でございました。愛媛県私立、愛工高等学校出身。教育学部4年、早稲田大学応援部、本年の新人監督を務めます、西田健太郎でございます。
口あろうでございます。
ありがとうございました。以上をもちまして我々早稲田大学応援部によります学院祭記念スペシャルステージ全て終了とさせていただきます。本日は最後の最後までご清聴誠にありがとうございました。